早くご飯食べなさいのポーズ。旅行先での妻の順応性に感服。何度頼まれても君にうちの娘をやる気はない。お父さん、そこを何とかしないとあなたの娘さんは一生結婚できない気がします。マルチーズはね、世界最古のダスキンモップと言われているの。頑張ってください。あと 2,3 日もすれば食料が届きますよ。あ、うん、ま。将来の夢はミルク飲み人形になるの。そのボールは大きく美しい弧を描きながら黒塗りのベンツの方へと向かっていった。あれはスクイズのサイン。オフサイドにならないよう一瞬だけサッカー選手以外の職業に転職する。鼻の下に猫の音量。あなたくぼ、お父さんはぼぼ、この気飲んだ、あら、ない、おらない、ぼぼ、めいたいめいたい、ぼぼぼぼぼぼ。笑顔で登校、今日で廃校、笑顔で下校。マインスイーパー1回目で爆発した。こんなものは売り物にならん。万引き犯の言い訳が見苦しい。炎上する実写化作品の特徴。実写化する。これが 100m 走の時の金メダルなんだ。あ、ちょっとこれ邪魔だから床に置くね。それでね、私ね。どれを買うべきか分かりますか？さあ、問題です。イルカショーでイルカが間に合わなかった。専売してめんどくさい感じにしてください。そこに3000匹のポケモンがおるじゃろ。メラとキャドを同じ威力で合わせてメドローアになるでしょ。6年生、船の解剖。卒業式が暗い。速報、TBS のロゴマークのモデル、ついに見つかる。なんと言ってんのかわからん。字幕が諦めた。遊園地を出た後もはしゃぎ続けるパパが本当に鬱陶しい。昆虫が苦手な昆虫専門のカメラマン。病気は気から、成功は気から、幸せは俺にはどうせ来ないから。キャリーパミュパミュの忍者リバンバンの CD をくださいを何度も噛み続けるも、完璧に言えるまで微動だにしない店員。食われてから結構経ったけど案外快適。私が勝手にやってることなの。スーパーの弁当に持参した半額シールを貼って回ってる。脱獄が下手すぎて逮捕しにくい。だって私的に前髪は左分けの方が可愛いと思っちゃうんだもん。この動画見たくねえか。でもワンクリック詐欺かも。ダブルクリックしたらいいんじゃね。それだ、おめえ天才だな。キリスト、かろうじてキリスト、チーズのせハンバーグ。叫びたい気持ちはよくわかる。でもここは一回深呼吸して、とりあえずレスキューを呼んでくれないか。家庭訪問に来た先生に車から降りる隙を与えない息子。気が変わった。チェンジを優しく言う紳士。ここは事故が起こりやすい現場です。特に白いトラックが突っ込んでくることが多いそうです。世界一周旅行の最終日、カメラのキャップを閉めっぱなしだったことに気づいた。スーツが俺が買った翌日半額になった。あのこれよかったら読んでください。ごめんなさい、私もう紙媒体は対応してないんです。え、そうなんですか。キツネ、ウサギ、カニ、塩少々。学校一のバカだと評判のたかしは、無人島に一つだけ持っていくなら何という質問に何と答えた。無人島。陽気な乱入者を陽気な警備員が陽気に追い出す。彼氏にボーリングに誘われたけど楽しくない。国会討論中のポッキーゲーム。人気者になるためには人気がなくてはならない。店員かと思ったら敵で戦闘になるパターン。ごまっすぐ行くと念願の家がある左に40メートル十字路右に行くと赤ちゃん本舗です。星アンパンマン。長いオペになりそうだ。点滴引っ掛けるやつない。1分1秒も無駄にするな。点滴引っ掛けるやつない。恋の予感。一人でいると寂しい、二人でいると気まずい、三人でいると俺だけ余る。トイレ待ちの人たちが現在のピンチ度をゲージで表現してくる。新築だったのに。
身長プラス12センチでキスしやすい身長って女子たちが盛り上がっています。そんなもん貴様には関係ないだろ、このコッペパン頭が。なんでババ抜き負けたんだろう。あなたの人生にタイトルをつけてください。どうしてこうなった。新しくできた遊園地、東京リキシーランドのイッツアスモーワールドが思いのほか楽しい。何回も注文を聞き直す店員に、もう違う店員呼んでこいって怒鳴ったら、しばらくして、違う、何でしたっけって戻ってきた。